はい、本日は、東京都葛飾区の杵川橋グラウンドから、取材しております。まず最初に監督さんのお名前とチーム名をよろしくお願いします。はい、今地と申します。チーム名にあっては東立石マイティです。はい、普段の練習場所はどのあたりでしょうか。練習場所はこの杵川グラウンド、あとこの上流にあります堀切グラウンド、あと川端小学校で、大体3カ所でやってます。はい、去年の主だった成績を教えていただけますか。はい、この大会ではベスト8、この近くこの周辺でやっている教育リーグについては、春と秋両方優勝しております。はい、おめでとうございます。チームの基本的な考え方などありましたら教えてください。はい、まずですね、親に対する感謝の気持ちを持つこと、あと常にですね、礼儀、挨拶をするということを子どもたちには伝えております。はい、ありがとうございます。部費は月々大体どのくらいかかっているんでしょうか。これ年間で、集めているんですが、はい、月には、表しますと、1000円になります。はい、合宿などはされているでしょうか。はい、来月2月の下旬にも行くんですけど、毎年、2月の下旬から3月にかけて、土日で、茨城県の方に行きます。はい、練習時間は大体どのくらいでしょうか。練習時間は大体4時間ぐらいです。はい、なんか、チームでやってる特別な練習方法などありましたら教えてください。はい、バッティングに関しては、ソフトボールを使った ロングティーをやっています。あと守備練習についてはですね、試合を想定したワンバン送球だとか、そういう練習、キャッチボールの中でそれを取り入れています。はい、練習試合での、保護者のお手伝いとか必要とされているでしょうか。そうですね、府警の方でですね、特にお父さんにはですね、審判講習会に出てもらって、審判をやってもらっています。チームの体験参加などはされてますか。はい、体験参加については、小学校でですね、来年入学する、子どもたちで、低学年を中心にですね、行っております。今まで監督さんをされてて良かったこと、ですね、やっぱり良かったっていうのはやっぱ卒業生が来て、はい、子どもたちに、後輩に教えてくれるというのと、やっぱり、子どもたちを教えることによってですね、私も地域の人と触れ合うことができまして、いろいろ仲間ができて、それが良かったなと思います。はい、あんた今現在悩んでることとかございますか。特に悩んだことはないんですけど、はい、やっぱり一番怖いのが子どもたちを怪我をさせるっていうのが一番怖いので、それだけは、指導する上で一番気をつけています。はい、今日は忙しいところありがとうございました。すみません、ありがとうございました。